王将社長射殺事件は、2013年12月19日に、王将フードサービスで当時社長であった、大東隆行が射殺された未解決事件である。2013年12月19日早朝、京都市山品区の王将本社前にて、大東社長が心肺停止の状態で、乗用車の横で倒れているところを通報され、病院へ搬送されたものの死亡が確認された。 この日、午前5時半頃に、大東社長は、自宅から自家用車を自分で運転し出勤。午前5時45分頃に駐車場に車を止め、降りたところを待ち伏せていた犯人に撃たれたとみられる。犯行に使われたのは、小型の25口径の自動式拳銃で、至近距離から4発の銃弾が撃たれ、そのすべてが、急所に命中していた。 同日の山品区内の小学校12校では、教師や保護者の同伴による集団下校が実施された。また、京都市内や一部の市町村の学校でも、怪しい人物に注意する胸の文面が配布された。同年12月22日には、大東社長の自宅で通夜が行われ、遺族や会社関係者など、約30人が集まり、冥福を祈った。二千十四年五月、 王将フードサービスは、大東社長への追悼の意を示す、追悼餃子として、事件後に約2000万人が来店したことと、常連客により焼きたて餃子の写真をネット上でシェアする動きが広がったことを明かしたほか、公認社長の渡辺直人は、辛い時に、たくさんのご支援をいただいた。お礼を申し上げたいと語った。同年6月、 犯人が逃走にバイクを使用した可能性が強まった。他、捜査本部などへの情報提供は300件を超えたが、犯人に結びつく有力情報は得られていない。2015年12月、事件現場の近くで発見された遺留品から検出された DNA 型が、九州の暴力団組員のものと一致したため、警察は、九州方面を集中捜査したが、 犯人特定には至っていない。ありがとうございます。